契約破棄条項が少なくとも一つはつくと見られている。エンゼルスを FA となった大谷翔平投手はメジャー史上最高となる5億ドル約734億円を超える大型契約が噂されている。米スポーツ局 ESPN が可能性のある5つの FA 契約を特集。幹部らが示唆したというエンゼルスと再契約を結ぶ唯一の方法を提言した。オプションについて見てみると、まずは契約破棄条項が少なくとも一つはつくと見られている。30歳を迎えているライオフ、投手としてどのように復調するか見えてくるときに再び FA 市場を試すことができるような契約を求めるのは理にかなっている。ある幹部は、規模は小さいが、トミー・ジョン手術から回復中だったリリーフのチャド・グリーンがブルージェイズと1月に結んだ契約を例に挙げたという。2023年は基本給225万ドル、約3億3000万円。それに3年2700万ドル、約39億6000万円のチーム側オプション、契約選択権と2024年にグリーンが年625万ドル、約9億1000万円での契約を選択する権利がついたものだった。共にその権利を行使せず、推定2年2100万ドル、約30億8000万円で契約した。これをもとに大谷翔平の契約を考えると、2024年は投げないことが見込まれているので総額は下がるが、指名打者としては史上最高額の3000万ドル、約44億円の契約とする。その後は大谷翔平側が高額なチーム側オプションの設定を求めることを考えて、9年5億ドル、約750億円と仮定。この契約権をチーム側が行使しない場合に備えて、大谷翔平側の1年、例えば5000万ドル、約73億4000万円のオプションも付けるとする。よって、彼にとっては2025年チームに残る価値がある、と記事は言及した。この権利を行使しない場合に備えて、それぞれ違う額でのオプションも設定しておき、互いに同意した場合のみ有効とする。これによって双方ともに、最後の選択肢が残ることになる。この類の契約に、最も理にかなうチームがエンゼルスなのだ。彼らが大谷を連れ戻すのに最も良い道筋は、心地よさだ。彼はオレンジ郡に住むことが好きだと誰もが言っている。通訳で相棒である一平水原がアナハイムの15マイルほど北にあるダイヤモンドバーで生まれ育ったこともマイナス要素にはならないだろう。その上、エンゼルスでトミー・ジョン手術からのリハビリを行い、その後ずば抜けた二刀流選手になった。来季は慣れ親しんだ要素を頼ることができる。もし彼がロン・ワシントン新監督の下での方向性に満足するなら、単に残るかもしれない、と推測した。大谷翔平と山本由伸、ジャイアンツが狙う待ったなしの理由、どの他の選手獲得より優先事項だ、米報道。大リーグ、ジャイアンツが今オフ、大谷翔平選手、もしくは山本由伸投手の獲得に全力を注ぐ。MLB ネットワークのジョン・モロシ記者は28日、ジャイアンツはどの他の選手獲得より、大谷翔平もしくは山本の獲得が優先事項だ、と同局の番組で語った。ジャイアンツが今オフ、二人を狙うのには待ったなしの状況がある。一つはスター選手不在による人気の低迷だ。かつてはプラチナチケットだったスタジアムの観客数は年々減少。バスター・ポージー引退後の近年は看板選手が不在で、チームの魅力を失っているとの声もある。フロントはなんとかスターを獲得しようと、フィリーズのハーパーやヤンキースのジャッジ、ツインズのコレア獲得に奔走したが、立て続けに失敗。ファンの批判は渦巻いており、今回は是が非でも大谷翔平、もしくは山本のどちらかを獲得して、ファンの留飲を下げたい。もう一つはチームの成績不振だ。2010年からの5シーズンで3度ワールドシリーズ制覇と栄華を極めたが、17年以降はプレーオフ進出はわずか1回。ライバルのドジャースに後陣を拝している。中軸にどっかりと座る打者や先発の柱が揃わず、今季もプレーオフを逃した。オラクルパークは右翼のフェンスが高く、右中間も広く、左打者に不利と言われる。
そのため、大谷翔平移籍に疑問符をつける見方があるが、在D GM は今月初旬の GM ミーティングで左打者が不利。バリー・ボンズがいたじゃないか。我々は今までもいい左打者がいた、と反論した。早くも、地元メディアでは獲得に懐疑的な見方も出ている。代理人、球団関係者が一堂に会するウィンターミーティングが来月の4日に迫る中、名門マサチューセッツ工科大出身のエリート GM に、日本が誇る大物獲得への秘策はあるのか。